コパクが創作するときにテーマにするものがある。それは風家族。コパクが生み出した造語だ。世間から忘れ去られ、記憶も体も風化してしまった人間を描く。そこには自分の世界に没頭して生きる居場所がある。それはコパクにとっての理想郷かもしれない。好き勝手できる場所、自由に生きられる場所、心安らぐ場所。だからこそ絵の中には自分の好きなものを詰め込んだ。そして彼女が伝えたいメッセージも散りばめられている。好きなことに自信を持つこと。自分の居場所はどこにあるのだろう。彼女はいつも自分の存在意義を求めた。そして探した。絵を描くときこそ存在意義を感じる。現実逃避し風化したとしても、自分の好きなことに打ち込むことが存在証明なんだと。コパクには新しい夢ができた。それは自分の描いた絵を飾るギャラリーカフェを営むこと。新たな居場所を作るため、今日も机に向かう。